皆さん久しぶりですね。今日は見たことがない見たことがない紙芝居を読んでみたいと思います、はい、ちょっと赤ちゃんが音楽してるからね、しょうがないか。子供の国、はい、始まり始まり。昔、幼稚園でみんなはお弁当を食べていました。お外に行くの楽しみだな。初めての幼稚園でした。ですが、ある日、ごちそうさまと外に出ようとしたら、公園はお山しかありません。初めての幼稚園なのでびっくりして遊びたくないよ。部屋で遊ぶよと言いました。子供はそれで先生は参ったな、遊んでくれると思ったのにと困っていました。悩んで困って何にしようと、ひらめいた顔をして先生はみんなのところに持ってきました。それでお知らせを流しました。皆さんは玄関にお待ちくださいと連絡が来ました。みんなは玄関の外に行きました。そうすると先生が外にやってきて、幼稚園の公園は楽しくないので遊園地に行って一緒に遊びましょう。それではバスに送ってもらいますので、順番ずつ並びながらバスに行ってくださいと、わーい、やったーとみんなは急ぎ遊園地に着いた子、やったやったーとお化け屋敷は怖い、やだやだーとびっくりしながら、子もいたいですか、楽しく遊べました。そのある日恐竜が来て、わーの先見だから5人やってきましたが、一人一人の5人の子供はスーパーヒーローです。男の子たちは接戦に戦って、みんなは逃げ始めました。怪獣を倒した後にみんなは逃げて行って、恐竜がいないか確かめて帰ってきました。そうすると明日になった。それでみんなはわからないけど、ずっと遠くに走って、恐竜がいないかとずっと言いました。でピクニーで、先生は布団とかベッドとかを持ってきてくれたので、みんなで雪のお家を作って、明日になりました。明日は晴れになりました。それで機関士がブンブン、みんなは恐竜がいないから確かめて、怖いなって言っていたので、先生は電車に連れて行って、電車に乗ったので、子供たちは恐竜がいて怖いよっていうことを忘れてしまいました。モグラの家ではみんなが生活にいい暮らしをしています。楽しいね。でもここには誰もいません。なので困っています。でもいい一日と思い出ができたのです。おしまい。思い出いっぱいあったね。はい、しまってからさよならしましょう。はい、そうだね。
ということで、今日は久しぶりにバイバイする前にクイズよ。答えてからやろうね。はい。黄色と青よ混ぜると何だと思う？答えは緑。正解。言わないね。はいはいはい、はい、わかりました。やり直し。はい、もう一回。知らないです。ねえ、やり直し。最初からやって。